はい、恐怖の弾き語り、恐怖の弾き語りでございますね。恐怖ですからね、低評価とかですね、つけても意味がないですよ。歌を聴かせてるわけじゃないので、ピアノがですね簡単に弾けるっていうことを説明してるだけの動画でございます。はい、ですからね、歌をなんかね歌を聞きたい方はですね、他に歌が上手な方はいくらでも YouTube にですね、もうね、もう一生かかっても見切れないほど載ってますので、そちらをですね、まあこの横にも出てると思いますけどね、多分ね、わからないですけども、はい、そちらをご覧ください。はい、この動画を見る必要ないです、全然。歌聞きたい方はね、ピアノやったことがない方が、ですね、もう何回も説明してますけど、ピアノを一回もやったことない方がもうすぐ弾けますよっていう、それを説明してる動画でございます。はい、それね、第1回目からこうずっと言ってんですけどもね、なんか低評価がね、いっぱいつくんですよね。すごいつくんですよね。まあ、それも別にいいですけどね。いいですけどね。お互いですね。お互い、こう、時間の無駄になるじゃないですかね。うん。だから他に YouTube って無限にあるじゃないですか。ね。YouTube ってすごいいっぱいあるわけですよ。ね。本数がね。うん。もう世界中でやってますからね。世界中でもう誰でもできちゃうわけですからね。そっちのね、素晴らしいチャンネルをご覧いただく。なんでわざわざこんなね、マイナーなチャンネルね、すごい再生されてんのもあるんですよね。だからわかんないんですよ、うん、何をね、何をご希望なのかお求めなのかですね。うん、そこが私は知りたいんですよね。YouTube たくさんあるじゃないですか。ピアノが上手な人にいっぱい載ってるじゃないですか。うん。それから、ね、これもね、これまた、なんでこんなチャンネル見るんですかってタイトルつけてやろうかなと思う。うん。それちょっとね、ちょっとやってみますね。なんでこんなチャンネル見るんですかっていうね。うん、はい、他にね、面白いチャンネルいっぱいあるじゃないですかね。だからそれを見れば幸せになれますのでね、それ見ればいいんですよ、うん、本当に本当にもう心の底から、本当にそう思いますね。こんな3万円の電子ピアノですよ、これね、3万円の電子ピアノですよ。3万円の電子ピアノですよ。グランドピアノじゃないですよ。私これずっとこれでやってんですよ、ね、あとまあこっちのトリニティがありますけどね、ね、もうなかなかもう外に出る機会ももう本当にないのかなとこうね思っておりますけどね。外あまりもう本当出たくないもんですからね、できるだけね、まあ、それもねいっぱい今までね、もう4年間ですね、4年間も説明してきましたんで、ちょっとおかしいでしょうっていうことでね、さすがにツイッターの中ではね怒ってる人いっぱいいますけどね。それもまあツイッターの中でね文句言ってるだけでね、文句言ってるだけのツイッターでね文句言ってるだけの話でね、もうそれ以上どうしようもないんですよね。こんだけの多くの方がねやってもね、こうどうにもなんないものはならない。はい、なってるものもあるかもしれないんですけど、まあ私にはこの全体像がちょっとね見えてこないもんですからね。はい、もう余計な話しちゃいました。さよならのめまいです。ということでね、他に素晴らしい動画いっぱいありますので、そちらをご覧ください。はい、はい、
ね、南野陽子さんのファンの方ね、南野陽子さんのファンの方、南野陽子さんのファンの方ね、あるいはスケバンデカのファンの方ですね、スケバンデカ乗ってますから、いっぱいね、スケバンデカの動画もう山のように乗ってますので、よろしいですか、よろしいですか、わかりますか、意味、意味わかりますか。あのスケバンデカの動画もね、南野陽子さんの動画もですね、いっぱい載ってます、うん、それからもっとね、2億時間耐久とかね、そういう YouTube 作ってくださいね、2億時間耐久、2兆時間耐久とかね、2000兆時間耐久 YouTube とかね、作ってくださいよ、南野陽子さんのね。はい、まあ、もっとね、腸の上はね、なんていうか、害ですよね、害ですね。なんかお金をね、害持ってる人がいるらしいんですよね、害っていう、うん、腸の、うん、一十百千万、十万百万、千万一億、十億、百億、千億、億、腸ですよね、腸、刑だね、刑が抜けてましたね、刑があって、害ですよね、確かね。うん、確かそれ調べてください、はい、そのぐらいお金持ってる人いるんですよね、外ですよ、外、刑じゃないですよ、うん、天皇家の資産は80兆円って載ってんですよ、天皇家ね、有名な天皇陛下ですよ、80兆円って載ってんですよ、うん、それを私ずっと長くやってんですよ、ね、だから刑って京都の京です、京都の京ね、京都っていう日本の都市があるじゃないですか、なんていうか京都府っていうね、その京です、はい、だからまあ1万兆円、うん、1万億円が1兆円ですよね、1万億円が1兆円ですよね、だから1万兆円が1兆円ですよね、1万兆円が1兆円ですよね、うん、でもちょっともう全然牛丼何杯食べれるかとかちょっとわからないんですけど、うん、牛丼も食べたいなと思うんですけどね、はい、はい、そういうことでね、まあ、ピヨピヨのね、あれもやってますから、いろいろね、お金に余裕のある方はね、お願いします、はい、お金ない方からあれっていう、うん、うん、今日なんかね、外国人のね、生活保護のね、なんかそれが記事が今出てきて、ピッてやりましたけどね、なんかね、日本人の年金よりも多いらしいですね、真面目に働いたね、うん、そういうの出てきてますんでね、ちょっと、うん、吹き込まさせていただきました、はい、はい、いっぱい情報でツイッターに出てますんでね、はい、もうバカらしくなってきますね、いろいろね、いろいろバカらしくなってきますよね、うん、はい、でもみんなそれでいいって言ってんですよね、うん、ほとんどの人、うん、でも本当にもうテレビだけ見てればね、幸せですとね、うん、本当に、そう思ってる、もうほとんどの人は困ってないわけですよね、うん、別にね、はい、問題ないのかなと、うん、私はちょっと困ってるのでね、なんとかしたいなと思ってるんですけど、はい、はい、さよならのめまいでございますね、はい、さよならのめまいですね、はい、これこの間喋ったんですよね、それでちょっと今ねこういたずら書きみたいにちょっと書いてですね、いたずら書きですね、はい、ちょっと適当ですので、はい、ピアノが簡単に弾けますんで、これだけですからね、で次こうですね、でまあこういうのはね、ちょっと入れたかったら入れてもいいし、入れなくてもいいんですよ、うん、これはこの原曲のアレンジはこうだっていうことなんで、別にそれを忠実に弾く必要もないし、このイントロ別になくてもいいんですけども、ちょっとやってThank you.
こんな感じですね。あれちょっと待って、これうんちゃ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 うんちゃちゃですね。わかりましたか？うんちゃ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 うんちゃ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 って、こうよくこんなリズムをですね、お考えになられますね。この有名な萩田先生だと思うんですけどね。萩田先生ですね。 あと私が弾いてるコメットさんね、コメットさん、コメットさんの話も前に撮ったんですよ。コメットさんね、コメットさんね、素晴らしいね、編曲が素晴らしいんですよ。だからこれをこの間喋ったんですよ、さよならのめまいね、一生懸命喋りましたね。ああそういうとこのこう決めのところがですね、こういう感じですね。こういうのが出てくるわけですよ。ドラムのね、このちっちゃいシンバルのね、一番ちっちゃいシンバルのあれを使ってんじゃないのかなと思うんですけどね。こうよくまあよくやるわけですよ、ドラムの方はね。はい、まあそういうような話をですねしてですね、はい、これまあイントロはですね、まあこうやって弾かなくても別に、私は的にはもうそんなに問題ないのでですね、まあ、まあここのお尻の2小節でもいいね。こうまあこれどうしてもやりたかったらやればいいですしね、まあ私はまあこれで私はいいんですよ。私はねもう簡単に、もうできるだけ簡単にですね、はい、だから、まあ、ピヨピヨ譜面はどうしますか。まあ、ピヨピヨ譜面は歌のところからですね、ピヨピヨの楽譜は、はい、はい、それではせーの、ルル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 ル、ここまで聞いてね、これ歌聞かせてるわけじゃないですからね、よろしいですか。歌を聴かせてるわけ。私歌なんかもうできたら歌いたくないんですよ。わかりますか。わかりますか。わかりますか。はい。それで低評価いっぱいつけていただいても困るんですよ。それからピアノが聴きたいなら、ピアノね、クラシックでもジャズでもね、もう何でもピアノのいっぱい乗ってるじゃないですかってしつこいですよね。はい、そういうことですよ。はいはい、あなた様の人生の時間がもったいないですからね。人生の時間は限られてんですよ。はい、人生の時間は限られてんですよね。こんな無駄な時間を使ってるあれは、いいですけどね、それは自由なんですけどね。この YouTube もね、本来は表現の自由っていうのがあるんですよね、でもないんですよ YouTube さんってね。特にね、ブログとかは平気なんですよ。平気なんですよ。全然あるんですよ。表現の自由があるんですよ、ブログは。あるけれども、操作されてますので、まあ、あまりね、あまりね、このね、この、まあ、Google さんっていうのはね、創価学会がほぼ支配してますからね。創価学会 USA ですね。創価学会 USA さんが支配してるんで、それでね、もう数字が出てるのでね。株式の比率とか出てるんですよ、まあ、もちろん創価学会だけじゃないと思いますけどね、いろんなの、まあほぼね、もうこういうなんていうか、地球っていうのはね、この宗教の方々がほぼこう企業をですね、支配してるわけですね。宗教ってね、無限の富がありますからね、無限ですからね、無限の富ですね、どんどんいくらでもお金集めてね、そういうことでね、日本政府も株式会社って載ってますよね。日本政府も株式会社って載ってんですよ、ね、番号がついてんですよ、法人番号がついてんですよ、日本政府、日本株式会社ってね、ついてんですよ、はい、そんなのみんな知ってますよね、はいはい、そういうことでですね、はい、もう一回、はい、他
他にね素晴らしい YouTube いっぱいありますからね。はい、これはですね、ここはまあまあこうやってやんなくてもいいんですけど、ルルルルルこういうこれでいいじゃないですか。ルルルピヨピヨ譜面はこうやって書きますね。まあちょっと考えますね。もしあのご希望があったらちょっともう一回考えてですね、この動画も撮り直したいと思います。はい、撮り直しっていうのはこの動画は消さないですけどね。どうしますか。こんな感じでもいいですね。こうしますか。ピヨピヨ譜面はね。すごいいい曲なんでもう一回やりますいつも一回やってきて、あ、これでいいじゃないですか。これでほらほら、ここ、これこうですよ。あ、これピヨピヨ譜面をこうします。あ、これに決定。ドゥルル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 ル、これでいいじゃないですか。わかんない。あの2番はちょっと聞いてなかったあのまあここのところね、ちょっと2回繰り返すとしつこいから、多分ちょっと今原曲を聞いてみますけど、多分この半分じゃないですかね。だからまあそういう構成はですね、あの自由なので、あのアドリブ入れてもいいですね。アドリブ入れれば別にね、この曲を6時間でも演奏できますから、あのまあ6時間やりすぎですけど、まあ10分15分ぐらいに伸ばすことはできますよね。別にね、アドリブじゃんじゃんやればね、入れればね、アドリブできる人ね、あと一緒にやってですね、はい、
そうしたら面白いと思いますよ、はい、あの盛り上がるんじゃないですかね、うん、こういうのをね、こうジャズの方ね、ジャズの方いいですか、ジャズの方こういうの取り入れてくださいよ。そうしたらね、喜んでもらえます。お客さん増えるんじゃないですか、増えるかどうか分かんないけどね、分かんないですけどね、お客さんが増えるかどうか分かんないですけども、いいじゃないですかね、うん、だからあのスタンダードばっかりスタンダードはいいんですよ、うん、だけどなんかあんまり難しいことをやってもですね、私もついていけないしですね、ちょっとまあそれ余計なお世話ですけどね、すいませんでした、やめときます。はい、ということでですね、さよならのめまい、そこに難しいところはないですね、こういう感じで、これでいいですね、こうしますね、本当はこんな感じですけど、そんな感じですけども、はい、どうもすいませんでした。はい、ぜひ弾いてみてくださいませ。はい、低評価はまあつけてもいいですけどね、まあつける自由もありますけどね。はい、どうもすいません。はい、失礼します。はい、はい、どうもすいません。はい。